残念、はい、というわけで、ここと、メスが残りましたと。残りました、はい、さあついにここまで今来てます、来てますってもう。というわけだったんですね。というわけで。やっと、やっと喋ったんですよ。前振り。いや、うん、でもさ、ここまで見ると、梅津ってさ、勝ち抜き戦でさ、うん、すんげえ勝ち抜いて、やっぱ、こういうのさ、対戦形式の中では、梅津がやっぱすげえうめえな、みたいな印象だったけど、今回のトーナメントってすごい薄氷な勝ち方っていうか。あ、そうですね。カツカツな勝ち方で、逆に山ちゃんボンバーはほんと強く上がってきてるんだよね、うん、すごいすごい、どの試合もぶっちぎりで強く強い勝ち方してきてんだよね。俺は本当に楽しみだと思います。これが一体どういうね、ドラマありますよ今日も。ちょっと楽しみだね。やっぱりウメスがウメスってなるのか。いや、どうした、コメント読んだ、コメント読んだみたいなこと言い始めました。それともどうしました、山ちゃんがボンボーってなるのか。いや、テンションすげえなまだ酒飲んでないですよね。俺もウメスのさ、ウメスの笑いのツボが俺よくわかんないときあってさ。いや、この空気感がツボなんですよね。僕はこの空気が、あの深川亮とか好きなんでね、僕。あ、そう。そういう空気感が今ありましたから。はい、はい、そんなわけでお待たせしました。いよいよいきます。というわけですね、この放送はですね、今日はね、まあこんな振り返りとかってもう11時半なんで、ほぼほぼ12時ぐらいまでは決勝なんでね、ちょっと無料放送でお見せしようと思っております。だいたい12時前後ぐらいの良きところで、会員有料のお時間に切り替えますので、最後の決勝戦、はい、今無料で見てる方もぜひね、見たいという方は、月額540円でございますけれども、すべての、動画見放、すべての動画って29日に会員になったらどうすんだっていう、うん、それ言わなくていいよな別にね、うん、でもいいや、これ、うん、この番組見れるだけでも、ね、決勝見れます、決勝が見れるだけでもね、はい、優勝者が分かるだけでも、うん、はい、月額540円でございますね。よろしくお願いいたします。さあ、いよいよです、はい、お待たせしました。本日の、うん、まあ、決勝ね、うん、どんなバトルが、とりあえずいつもの、ね、儀式から、オープニングに見ていただきましたけども、その前ちょっと振り返って2人の出会いから行ってみたいと思います、はい、出会い系、出会い系、はい、朝の、はい、まあ、出会いというか最初の、はい、2人のコメント行ってみましょう。2番お願いします。動画が、スマホ変えたんですか。え、これそうだよ。え、これ初めて見る。はい、2年経ったってもう3、4ヶ月経ってない。結構会ってないよな最近、はい、というわけでもう回ってんで、はい、まあ、本当にこれ見るんですか。みんな見てますよ。だからいいから、マジっすか早く早く。いやいやいや、あ、どうもどうも、おはようございます。よろしくお願いします。はい、え、1店舗目どこ行くんですか、ちなみに。あ、1店舗目ですか、はい、あ、俺もうな、アルファ名前わかんないからいいよ、あそことか、うん、その辺で、その辺で、その辺で、そういうあれでいい。いや、映っちゃうから、透けちゃうから、俺 A ですね。あ、僕もです。あ、マジですか。 だと思ってました。あ、やっぱり、うん、だと思ったからそこ A って名前つけたんで。だからそこからアルファベット回ったんで。ありがとうございます。 A ですね、はい、あ、そうなんだ。まあでもそうなっちゃいますよね。でも、もうちょっとで抽選終わって、相当なあそこ人数並ぶんで、はいはい、あ、マジですか、はい、気をつけた方がいいですよ。情報を与えたふりして、上からな感じで、俺のが知ってるぜみたいな。住んでたんでしょ、はい、強すぎですもん、そんなの。そこに騙されちゃダメだよ、山ちゃん。騙されちゃって、はったりだから。調べりゃ分かるわ、分かるでしょ。さあ、そんなわけで、はい、いよいよ、16人の頂点が決まる日です。タバコで撮ってね。肺が落ちる、肺が落ちるもん。行くぜ。はい。おお。あ、そう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 。合わねえな。合わせようぜ。行くぜ。おお。いや、みんな見てますか。なんだそれ。はい。みんな見てたんですよ。なんで。周りに3、40人いたんですよ。喫煙所。みんなスーツ着て。人気ある人。ネクタイでみんな見てくるんですよね。やからが一人入ってきて、はい、今のがね9時40分ぐらいの映像でございますね、はいはい、ここから、徐々に移動が、さっきのね、あの朝の儀式を経て、はい、いよいよ9時50分、うん、2人で移動が始まります、はい、3番お願いします。9時50分です。梅津庭だからね、ここ。え、何、え、何、え、A 点やめるの。 A 点人多かったんで、とりあえず先に G 点から。え、本当に、はい、え、それ取材ついてくるの。じゃあ俺も、マジ、なんで仲良しなの、なんで仲良ししてんの。
人とも G？ いや、俺はまだ A 点に行くつもりなのに、ジョーゲンさんがずっとついてる。あ、なんで、だって、ジョーゲンさん A 点になって。A 点になって、山ちゃん A 点になって。山ちゃん A 点行くんだって。G でしょ。 A 点行くんだって。そうなの。何やってんだよ。何やってんだよ。何やってんだよ。G 点狙い的な何？何言ってんの？何言ってんの？何言ってんの？今何言ったの？全部じゃなくてさ、全部より今思いっきり地名言ったけど、あなた。あ、やべ。危ない危ないじゃない、アウトだよ。マジ。とりあえず全部埋めるつもりだけど、まあまあ人が多いから入場に時間かかるから、はい、G 点を先に見ても、はい、入場終わったぐらいに A 点に戻れるだろうぐらいの作戦ちょうどいいかなと。はい、分かりました。はい、はい。あ、危なかった。まあ、まあ、何言ってたのか言うと、まあまあまあ A 点、2人とも A 点って言ってたんだけど、梅さんがパッと見 A 点人が多いから、はい、これ50人以上いましたよ、ね、だから時間入るのに時間かかるから、はい、入るのに待ってる時間に G 点も下見できちゃうだろうっていう、はい、こすり作戦ね。はい、こすり作戦、本当にこすり作戦。あ、まあ A 点に行きたいんだけど、 A 点待つ時間に G 点もちょろっと確認だけしとこうみたいな。はい、はい、まあ元庭だからできるこのゲートですよね。元ゲート。この間もあんたさ、ここで庭とか言いながらさ、はい、全然換気率も知らないし、会員カードも持ってないしさ。あ、会員カード1個持ってないですか。なんでそれ。俺の方が会員カード持ってんじゃんみたいなさ。1個も持ってないですね、ここの地域。はい、次行きましょう、はい、4番。はい、G 点ね。 A 点に行くつもりが結構並びが多すぎたので、最後 G 点に入って使うんですけど、 G 点ガラガラだねこれね。まあこれ本当に10時そうですね。ああ、これ本当並べほとんどいなかった。うまいし、2人いましたけど、2人ともスロットスロットか1パチ行きました。だから本当10時つけるの入ったから、実際この休憩所行ったんだ、2人、うん、この時間山ちゃんは並んで入れたの10時5分だからって思うんだけど、ブローで、はい、じゃあ隣行く、スロの人ならなるべよかった、戻る、まだ見れる、はい、でもまだ入場が終わってないと思う。入場が終わってないから、もうちょっと暇つぶす、もうちょっと暇つぶす。あ、カード詰まるよ、はい、みたいな感じで、とりあえずこれは G という名前でですね、今日13店舗あるんでね、はい、そういう、はい、場所でございました、うん、じゃあ さてこの頃、梅津くんが G 点をフルフルしてる頃、はい、山ちゃんはということで、はい、5番お願いします。いや、こっちで見て、うん、あったんですね、モニター、うん、出てないよね、映像が出てないです、ね、出てない、もう一回、うん、すいません、失礼しました。ポッキー君が映ってるだけです。もう一回いきます。さあ、これがですね、 A 点っていうところなんですよ。やっと入れたっていう感じ、まあやっとブロックになってる、まあまあ、だからこの頃多分ウネスは向かってるんじゃないか、まあ、ってるんで先にって言ってたから、そうですね。山ちゃんね、うまい人の動きしてますよね、うん、いや本当に結構ラジオ体操するんだよ。ほら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 、これこれラジオ体操って言うんだ、これこれまあエグザイル、昔はラジオ体操、これもあれだね、今のであとがあとから梅ですもんね、この台止まってたよね。そうなので、この辺でちょっと地図いきますよ、言っていいですか、うんうん、ここまで来てちょっと、はい、こんな全体映してください、地図、はい、こんななんかでかい、もう今日主要な道路しか書きません、道細かすぎるんで、駅で集合しましたかの2人とも A 点に行くぞということで9時前に行ったんだけれども、梅津君がここの並びが多すぎたんだったら先にこっち行こうという状態で、A 点に入ったというのがここの状態ですね。こことここです、今、10時ちょい過ぎの状態です、はい、はいはい、さあ、そして梅津は、まあ、この後また A 点来るわけですよ。次行ってください。今どこまで行ったっけ、5番6番か、次、はい、お願いします。さてこれ海から見るなんて珍しいじゃん、うん、はい、
海から見るなんて珍しいじゃん。海から見た理由はあるのか。これ A 点だよね。はい、A 点ですね。海から見たのは本当に気まぐれで、気まぐれ、そこに海があったから、はい、かっこいい。サーファーみたいな。あ、海上ある、どうでか。うん、というわけで、ちょい遅れで梅さん来たんだけれども、ちょい遅れって言っても梅さんも2軒目だからね、これで、うん、そうです、うん、はい、はい、さあどんなことになったか、これで打ったんでしょうかね。はい、次行ってみましょう。7番です。はい、すれ違ったね。すれ違いました。 A 点ですれ違ったね。いやでもあんなにやっぱお客さんが多い店、先にチェックした俺の方が有利なんじゃないですか。完全に俺のが有利。でも出すって出てんだから有利も向かおうとしてるのは、ね、今日店多すぎて名前覚えられない。向こう向こうね、順番通りに行こうかなって。順番通り、アルファベットの順番通り、はい、順番通りに行くっていう計算で、はい、まあ俺のが有利かなって。いやとりあえず A 点ちょっと厳しかったんで、あれならちょっとやばいですね今日。うん、これがね10時12分ってなってるな。だからまあまあとりあえず一軒見るだけで12分、最初の並び待ちからしてかかってるわけですよ。あ、そうか、並び、うん、はい、さあその頃梅須君は10時17分、この5分後の映像でございます。はい、8番お願いします。はい、A 点、はい、どう、 A 点本命じゃなかったの。本命、まあ朝大東院で見に行こうかな。ああ、てかもう候補台が3機種、うん、あったんだ、3機種あの時点で。でかと言いますかね、はい、アネンと言いますかね、うん、と内藤貞子、うん、と大光、なんかもうなかった時にあれをひたすら探そうかなと、うん、はい、まあこんな感じでしたね、うん、いや、まあ、とりあえず見ると、はい、てかもう一周して帰ってこようかなと。しかも店の中めっちゃ歩きしてた。いや今日いつもあまねじしか見ないんですけど、めっちゃ歩いてんじゃんもう、はい、もうそうも全部見てさ、もう今糖質制限でダイエットしてるんで、ね、もう本番ですよ今日。めっちゃ歩くよもう。梅だってですよ、梅だやめてよ。あ、じゃあ、まあ、ほとんど見るの。はい、全部見ます。え、そう、全部は無理。全部見ます。全部やめようよ。米田さんの時全部見ました。あ、本当に、はい、はい、やめようよとか言って。梅散歩ってやつですよ、うん、これ。好き、そう、好き、あって、まあ、毎回恒例のコーナーですからね、仕方ない。